クロダイの半身を使って塩焼きにしていきます。半分お刺身、半分塩焼きの我が家のお気に入りメニューです。まずは鱗を取っていきます。新聞紙を引いて作業をすると、散らかるのも最小限で抑えることができます。エラは中に入れてあげるとやりやすいと思います。鱗は丁寧に順々に取っていくと綺麗に取れます。鱗取りがない方はペットボトルの蓋でも取ることができます。残りは包丁で取っていきます。こちらはお魚屋さんでお願いしてもいいと思います。内臓の処理をしていきます。エラを取りました。こちらは処理が終わってお刺身と半身のクロダイに分けたものです。はい、では先ほどお寿司のネタ切りをしました。こちらもクロダイの半身がこちらのお寿司のネタになっています。残りの半身に串を刺して塩焼き用に作っていきたいと思います。こちらはお好みですが、バッペンか斜めに切り込みを入れます。火の通りも良くなるので切り込みはあった方がいいと思います。では出来上がり、焼き上がりをイメージしていっていきます。だいたい目の下あたりがいいですかね。おっと、でこうしてここを立てて、はい、波打つ感じで、はい、手刺さないように気をつけて、はい、で最後にこれはもう100均の串ですね。でちょっと痛かったらこのように布巾を使ってください。これ一つでもいいんですけれども、綺麗に焼くために今なんとなく上から斜めに行ったので、今度はこのどこからでもいいので下あたりからなんとなく、ごめんなさい、今度なんとなく斜め下に打っていきます。すいません、ちょっと緊張気味ですね。注意することは手を刺さないことぐらいですね。はい、これは安定のために打っています。はい、刺せればどんな形でも大丈夫です。ではこの形で焼くまで冷蔵庫にしまっておきます。では後ほど、失礼いたします。焼く少し前に先ほど仕込んだクロダイを冷蔵庫から出し、塩を振り15分ぐらい置き、キッチンペーパーで水分を拭き、アルミホイルを尾やエラにかぶせ、230度のオーブンで20分ぐらい焼きます。完成したので出してみます。とても美味しそうに焼けています。